今日覚えた日本語。皆さん、ナマコの漢字って書けますか書けないよね。ナマコはね、海とネズミで書くらしいよ。あ、私と同じこと思ったナマコってネズミっぽくないじゃんってね。私のライブ配信にいつも見に来てくれる人がいつもチャット欄にナマコにまつわるネタを書いてたから、この単語を覚えたよね。でもナマコって使われる時は大体ただの下ネタって最近気づきました。あ、マコ大好きなんだよね。 とか言ってたからさ今度は気をつけようそれで今思ったんだけどナマコって食べられる美味しいの勉強になった